様々な形の破壊式号破壊式号とは、数学において、証明の終わりを示すために用いられる四角形の記号である。証明終了記号、QED 記号、ハルモス記号、ハルモスの箱とも呼ばれる。従来、QED と書かれていた箇所に、その代わりに表示される。雑誌では、記事の終わりを示すためにこの記号が用いられることがある。ユニコードでは、U プラス 220E。 エンドオブプルーフに割り当てられている。表示のされ方は環境により異なる。中身が塗りつぶされている、または中空、外形が正方形、または長方形のいずれであっても良い。AMS レーテックスでは、照明環境、ビギン、プルーフ、エンド、プルーフの最後に自動的にこの記号が追加される。コマンドけどシンブル役とでも表示できる。 ハルモス記号の名は、この記号を最初に数学において使用した数学者、ポール・ハルモスによる。彼は、雑誌の記事の終わりを示すのにこの記号が使われていたのを見て、これを、証明終了の記号として使うことを思いついた。彼の回想録、数学者になりたかったには、次のように書かれている。ザ・シンボル・イズ・ディフィニトリー・ノット・マイ・ n ンベンション、a p p アピアード・ in. popular magazines before I adopted it, but once again, I seem to have introduced it into mathematics, it is the symbol that sometimes looks like, and is used to indicate I end, usually the end of, April UF, it is most frequently called the tombstone, but at least ungenerous author referred to it as the whole moth. その記号は 私の発明では絶対にない。私がそれを採用するより前に人気のある雑誌に登場しており、それを数学に導入しただけのように私には見える。それはこのように見える記号であり、終わりを通常は証明の終わりを示すために使用される。それは最も頻繁には墓石と呼ばれるが、少なくとも一人の寛大な著者がそれをハルモスと呼んでいる。ポール・アール・ホールモス。 I want to be a mathematician and automasography 1985 P403 ありがとうございます。